ナトロン湖南側の衛星画像、ナトロン湖はアフリカタンザニア連合共和国北部のアルーシャ州、ドリオンド県にある京アルカリジオ湖である。湖の北岸はケニア共和国との国境線に接する。グレートリフトバレーの谷底に連なる一連の湖の一つで東リフトバレーに位置する。ナトロン湖から見たウルドイニョ連の大きさは降雨量によって変動するが最大で長さ 水深は浅く3メートルに満たない。湖の南端から東方に、下雷山、南端から南方に、オルドイニョレン街がある。中央ケニア高地に23,207平方キロメートルの大きな集水域を持ち、主な流入河川は、北から国境線を越えて流れ込むエワソンギロ川と、北西から流入するパニンジ川である。また、湖の底や周辺から吹き出す。 厚くソーダ分に飛んだ湧水も、湖水を養っている。流出口は、地表、地下ともになく、水の損失は蒸発の実によって起こる。タンザニアの標高の低い半乾燥地域にあり、年間800ミリメートルに満たない降雨のほとんどが12月から5月の間に降る。日中の気温はしばしば摂氏40度を超える。この暑い乾燥した環境のために、湖の蒸発率は高く。 塩征の土地から継続して塩分が流入するため、湖水の塩分濃度は極めて高い。ナトロン湖の塩水は少なくとも8%の塩化ナトリウムを含んでいる。ナトロン湖は溶解した炭酸ナトリウムが豊富なため、触れるとヌルヌルする。また、湖の北西側は少なくとも2100平方キロメートルが厚さ平均1.5メートルの混合塩の層によって覆われていると見積もられている。 北方のマガディ湖と共にマガディナトロン盆地を形成している。先進予行期と後進予の間、何回かこの盆地に広大な湖ができたと考えられていて、多数の乾燥塩湖層がある。約5000から6000年前の雨の多かった時期以降、ナトロン湖は乾燥した環境の中で縮小を続けており、やがて塩類平原となり、最終的に草原になると推測されている。ナトロン湖は、 その非常に高い蒸発率によって特徴的な色彩を見せる。寒気の水が少ない時期は、湖水の塩分濃度が上昇し、肛塩性微生物が繁殖を始めるレベルに達する。肛塩性微生物はある種の卵巣類を含む。卵巣類は水中で成長して植物のように光合成によって自らの栄養分を得る微小生物である。卵巣類などが持つ赤い色素が 湖一面に広がる深い赤みを生み出し、浅瀬をオレンジ色に染めている。湖面に積出するアルカリ塩の固形物も湖に住む公園性微生物によって時として赤やピンク色に染まる。結晶化したソーダ分の塊は丸く成長しながら湖面に不思議な模様を作り出す。ナトロン湖のアルカリ性はアンモニアと同程度の pH9 から10.5に達し、 熱水泉の近くの泥の中は摂氏50度に達する上に、降雨の後は塩分濃度が突然に変化する。極端で可変な環境ために、生物多様性は低いが、この環境に適応した少数の生物種の個体群サイズは大きい。湖の周りの干潟では、コフラミンゴとオオフラミンゴの大きな群れが生息する。コフラミンゴは塩水から赤い色素を持つ、 卵巣類スピルリナを越し取り、大フラミンゴは湖の浅瀬にいる、貝足類を食べる。湖の塩分が増加すると、卵巣もその数が増えてゆき、より多くのコフラミンゴの巣を養うことができる。ナトロンコは絶滅の危機が心配される、コフラミンゴが継続して繁殖を行う唯一の湖になっており、第一交代に住む250万羽のコフラミンゴが、 この湖で繁殖を行う。ここがコフラミンゴの唯一の繁殖地となっているのは、荒烈な環境であるがゆえに繁殖地を脅かそうとする、捕食者たちの侵入を防ぐためである。オオフラミンゴは、ボツワナのマカディカディパンが主要繁殖地であるが、ナトロンコも重要である。この湖は、フラミンゴ類の不可欠な繁殖地であるが、主要な餌場は、卵巣類と、 小型甲殻類がより豊富なケニアのナクルコとボゴリア、湖である。ナトロン湖にはたった一種のキクラカの魚類、オレオクロミスアルカリクスオリアクロミスアルキャラカスが、水温摂氏36度摂氏40度の湖岸の熱水泉流入口に生息している。この魚は、グレートリフトバレーの塩湖に固有の種であり、高い水温、塩性とともに、幸運後の急激な水質の変化にも耐えられるように、 適応している。1999年、ナトロンコから新たに2つの禁煙種、オリアクロミス・ラタレブリスとオリアクロミス・ンディララニーが報告された。これら3種をマガディコのオーグレイミと共に、アルコラピア族アルコピアに分ける分類もある。ナトロンコの周囲には他に、オグロヌー、シマウマ、ガゼル、アフリカゾウ、クロサイ、キリン、アフリカ水牛、 インパラなどの哺乳類が生息している。ナキヤモリ族の一種、ヘミダクトラススキミュオレイトスは、リフトバレーにあるソーダ湖周辺の生態系のスペシャリストである。2001年7月4日、ナトロンコの生物の多様性を鑑み、ナトロンコ流域の22万ヘクタール余りが、ラムサール条約登録地に指定された。現在、ナトロンコに流入する淡水が増加し、 塩分濃度のバランスが脅かされている。その原因は流域での山林伐採の計画と水力発電所の計画によるものである。これらの開発計画の中には湖の北端に断水を食い止めると。ナトロン湖への新たな脅威として湖岸に開発が検討されているソーダハイ工場がある。この施設では湖からポンプで水を汲み上げ炭酸ナトリウムを抽出した上で輸出用の 粉末洗剤を作るという。またこれに伴って1000人以上の労働者が住むことになるほか、工場などのために石炭火力発電所も設けられる予定になっている。さらに、デベロッパが生産能力増加のために雑種エビを導入する可能性がある。英国王立鳥類保護協会のアフリカ担当者であるクリス名人は貴重なフラミンゴが このような危機に直面してもなお繁殖を続けるという可能性はほぼゼロに近い。この開発はアフリカ東部で絶滅の危機に瀕しているフラミンゴを見捨てるものだと語っている。現在、20の環境保護団体によるグループがこの開発計画を止める活動を世界的に行っている。ナトロン湖のすぐ西のパニンッジの湖生砂岩層から 1964年1月11日に、リチャード・リーキーラのチームによって人科のほぼ完全な下顎が発見された。この大バカした放馬を伴う下顎は、アウストラロピテクスボイ星オーストラロピテクスボイ星のオスからもので、初めて発見されたボイ星種の科学化石だった。年代はすぐ上位の原部岩洋岩流の KAR 年代測定法により、 約150プラスマイナス10万年と見積もられている。パニンジの科学は現在ナイロビのケニア国立博物館にある。パニンジは最古のアシュール型石器が発見されている産地の一つである。ありがとうございます。